創世記にて意図高き神の祭司並びにサレムの王として紹介されている。詩編の記述などを根拠に、サレムは伝統的にエルサレムと同一視されている。元来はサレムの王であり、司祭だったと言われ、アブラハムにカダラを伝授したとされる。彼の名前は、ウガリットの文書に記されていたカナンの神、セデクに由来しているのだが、このセデクは、 王の称号、あるいは異名王として代々エルサレムの王に引き継がれていたと見られ、実際、ヨシュワキには、アドニツデクが、エルサレムの王として登場している。アブラハムとメルキゼデクの会見、ビルク・ボーツ1464から1467、創世紀によれば、アブラハムが、エラムの王と名友による、連合軍との戦いに勝利し、ソドムの捕虜と財産、さらには、 老いの露頭を救出して帰還した際、彼を祝福するために、メルキゼデクは、パンとぶどう酒を持って現れる。天地の作り主、糸高き神にアブラハムは祝福されますように。敵を、あなたの手に渡された糸高き神が称えられますように。創世紀14時19分14時20分、新共同訳この記述は、アブラハムの子孫には、 カナンの相続権が確約されているとする伝統的な競技の下地になっている。だが、この敬意にまつわる一連の描写から読み取れることは、アブラハムとメルキゼデクが互いに敬意を持って接していたこと、両者の宗教的な心情が一致していたことくらいであろう。それどころか、アブラハムの神とメルキゼデクの神それぞれの様式の微妙な相違を、 双方ともが認識していたとも受け取れるのである。メルキゼデクの名前は、創世記だけでなく、紙編においてもわずかながら触れられている。主は誓い、思い返されることはない。私の言葉に従ってあなたは、とこしえの祭司メルキゼデク。紙編114、新共同役注釈家の多くはこの証句を、 メルキゼデクの名前が隠誘として用いられることで、イスラエルの王による盤石な王権が象徴されていると見ている。また、この死をユダの王、ヨシャファトと関連づける者も,もいる。ハザルは、メルキゼデクとセムを同一人物とみなし、セムからアブラハムに再死職が譲られたと考えている。また、ミドラーシュによれば、エルサレムという都市名の決定においてもメルキゼデクは、 重要な役割を果たしているという。エルサレムには後に、神殿の丘と呼ばれる山があったのだが、その山は、サ作の反罪が行われた場所とされている。アブラハムはその山をイフシンを込めて、イエラへと名付けている。一方のメルキゼデクは、サレムと呼んでおり、この両者が結びついて、エルサレムという名称が完成したとされている。アレクサンドリアのフィロンは、 メルキゼデクの姿の中に、ロゴスの権限を見ている。初期のキリスト教徒もその観点を検証し、ロゴスたるメルキゼデクを、父も母もいなければ始めも終わりもない正義の王、平和の王、そして永遠の祭祀として理解していた。グノーシス派からは、平和と正義を司る天使とされ、儀典とされる、第二絵の書きでは、 天使軍団の力天使に所属している天使とされる。2、中川健一、クレイ聖書解説コレクション。ありがとうございます。